と桜井でギヨンと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。トップバッターですから元気いっぱい頑張っていきましょう。ありがとうございます。手を振っていただける方もどうもいいんですか。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか。ありがとうございます。わあ、ありがとう。うわ、いいんですか。ありがとうございます。いいんですか。ありがとうございます。全員振るまでやめませんよ。ちょっと長いですね。これで終わるんかなって思いながらドキドキしてましたので。全員ではなかったのでね。全員ではなかったじゃないです。初めましての方ね、覚えてもらいましょう。今日はね、初めましての方多いですけども、多いと思いますけど、我々基本は、覚えやすいと思います。どうでしょう皆さん、僕たちで覚えやすいでしょうか。どうでしょうかね。覚えやすいでしょうか。いかがでしょうか。僕たちはだって見たらわかるじゃないですか、ね、結構ね、でも覚えにくいコンビやねってよく言われるんですよ。どうもダイアンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいやいや、拍手ね。ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。たくさん入っていただきまして ね、ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しいですね、本当に、いやね、ありがとうございます。ありがたいですね。いっぱい入っていただいて。いや、まあね、そうやね、ほんまやな、あくまでしか入れないから、ね、ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。言うたのね、ほんまね、ね、よろしくお願いします。いや、もう最近ね、よくニュース見るんですけども、やっぱりちょっと嫌なニュースが多いですよね。で、中でもちょっと気になるのが、リストラ問題ね、あれがちょっと気になるんですよね、ほんまに。まあまあ、この時期やから特に多い気しますね。なんで追い越すの。なんや、なんで追い越していくのよ。なんで追い越したらあかんねん。毎日後ろついていかされて。いや、じゃあ腹からパッといったんやったら分かるけど、なんでお前急にスピード上げたんや。ほんなん俺もあーって思うやんけ。なんかそれ後から抜かれることもあるよ。油断してるからな。いや、油断してるわけやない。変やろお前、その足並み揃えて出てこいやん。お前なんで後半急にちょっとグッとスピード上げんねん。すまん、その怖いやろお前、お客さんも。お前ブスが急に後半スピード上がったら、あ、ブススピード上がったってなるで。え、俺ブスなん。え、そこ皆さん、おいでくださいました。見取り図です。お願いします。たくさんの方ありがとうございます。温かいお客様でしてね、僕ら見取り図と言いまして、普段は大阪でやってるんですけども、まあ、僕が森山と言いまして、相方がリリーと言いますんでね、覚えて帰ってもらってですね、まあ、この相方の森山くんがですね、僕がよくね、ある有名人に似てるって言われるんですよ。そうなんですよ、僕ちょっと特徴が多いもんですから、いろんな人例えられるんですけど、皆さん分かりますかね。その方は、あーから始まる俳優さんです。俳優さんで僕に似てる人がいる、イケメンですか。かなりイケメン。嬉しいですね。まあ、ワイルドな感じですかね。髪が長くて長髪でヒゲが生えてて、ヒゲの生えた俳優さん、まあ言うてもたくさんいらっしゃいますから。いただきます。すいません、いただきます。いただきます。ああ、今日は俺のおごりや。はい、もう気にせず食べて飲んでくれ。ありがとうございます。こうやって会社の上司に誘われるの初めてなので、すごい緊張してます。おい、はい、はい。あ、何やこれ。すいません、あかんとこ指さしたら。新入社員なもので。失礼すぎる、会社の上司っつって。緊張しておりまして。分かるやろ、あんま直接上司って言わんねん。でも上司やから言わんねん、こういうの。他の人とき言うねん。あ、そうなんですか。すいません。いや、でもなんかこの居酒屋って誇りっぽいよな。あ、確かにちょっと味のある居酒屋ですよね。ボロいよな、ほんでね。雰囲気ですね。まあ、どうやねん、ほんで最近。いやー、まだまだ慣れないですね、会社が。あ、そう。はい、どうぞ。お願いします、ね、ありがとうございます、ね、はい、ます僕ら2人ともですね、結婚してましてね。そうなんです、はい、ごめんね。誰もがっかりしてないですよ。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、帰る。大丈夫。いや、そういう風に見てないから、僕らのことは。お願いします、子供もいましてね、僕ら2人とも、はい、やっぱりね、子育てって体力いるんですよね。そうですね、何回もね、高い高いしてね。そうなんですよ、腰も痛めて、で、僕ね、スポーツジムに通いたいなと思いまして。あ、通う。はい、歩きで。それはその時によるけどね。あ、うん、だから大阪もスポーツジム通ってるでしょ。通ってるの、チャリで。うん、何でもいいけどね。何でもいい。そうそうそう、スポーツジムがどんな感じか教えてほしいの。どうも、はじめまして、スーパーマラドーナと言います。お願いします。ありがとうございます。いや、あったかい拍手でありがとうございますね。いやー、嬉しいです ね、こんなに集まっていただいてね、まあ、我々スーパーマラドーナと言いましてね、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介したいんですけども、僕はスーパーマラドーナというコンビの武智と言いまして、ちょっと珍しい名字なんですけども、はい、武士の武を書いて、物知りの知るを書いて、下に日光の日を書いて武智と言いましてね、はい、相方がね、もう見ての通り見たまんまでございます。もう顔と雰囲気見てもらったらね、名字誰でも分かると思いますよ。田中って言いますんでね。